はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。まずは結論から、冷やしボリンジャーバンド一目金公表、上昇トレンド進行中、ストーキャスティックスは強い売りシグナルが点灯ということで、はい、冷やしベース、個人的には難聴な展開を予想しております。続きまして、短期トレード用の2時間足、ボリンジャーバンドトレンドなしニュートラル状態、ストーキャスティックスは売りシグナルが点灯ということです。はい、短期トレード用の2時間足も、 下目線と個人的には考えております。はい、それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは冷やしのボリンジャーバンド、ストーキャスティックス。ボリンジャーバンドは強い上昇トレンドの形状をしております。はい、教えたけ、ストーキャスティックス。変わりすぎな判断基準であります80、80%ラインよりも上で。 デッドクロス、売りシグナルが点灯しておりまして、パーセント D、パーセントスロー D ー、ともに鋭角に下落ということで、強い売りシグナルが現在点灯中ということです。はい、続きまして、日足のの一目均衡表、こちらも、まあ、上昇トレンドの形状をしております。はい、最後、短期トレード用の二時間足、まずはボリンジャーバンド、はい、この点線ですね、赤,赤い点線、えー、と21本、移動平均線、真横を向いておりまして、トレンドはない状態です。 はい、教えたけストキャスティックス、売りシグナルが点灯。なおかつ、パーセント D、パーセントスロー D ともに鋭角に下落ということで、2時間足ベースでも、ストキャスティックスは強い売りシグナルが点灯中ということです、はい。本日のサポートレジスタンスをご紹介します、はい。まずはサポートラインですね。サポートラインですけども、っ、はいえー、と初 十、二十日ですね、二十日の。えー、っと、安値レベルですね、百二十七円の四五レベルというところです。続きまして、レジスタンスラインなんですけども、本日の高値レベル百二十八円の六八レベルと個人的には考えております。はい、本日の予想レンジ百二十七円の四五から百二十八円の六八です。はい、ポイントですね、週末リスクと協調介入。 議論報道ででとということなんですけども本日アジア時間、はい、協調会議の議論報道で、まあ、ドル円は急落しております。本日は週末前でもしかしたら、あのポジション調整の売りが起こり得る可能性もございます。お取引されている皆さんはご注意ください。本日は以上となります